どうもご無沙汰タンゴチュブンブンと申します。本日紹介する作品はこちら、すべての夜を思い出す。私たちの家で、国内外から注目を集めた清原由衣監督の新作となっております。多摩ニュータウンを舞台にした、3人の女性の群像劇となっていて、ピアフィルムフェスティバルでも上映された作品となっております。先日ユーロスペースで見てきたので、本日はこの作品のレビューで、こちらの作品団地映画なので、団地映画の文脈からちょっと語ってみようかなと思います。よろしくお願いします。ただ、この映画ちょっと語る前になんですけれども、この映画が現在見られるのが、東京都内で見られるのがユーロスペースだけなんですけれども、ちょっとユーロスペースが先日いわゆる炎上するといった問題が発生して、でそれについてちょっと言及しないといけないのかなと思っていますので、先にユーロスペースの、ワンパーセンター問題について語ってから、すべての夜思い出せについて語っていこうと思います。まずワンパーセンター、上映中止事件についてお話しします。先日ですね、坂口拓さん主演のワンパーセントが、ユーロスペースで上映決まりましたみたいな感じで告知したんですけれども、こちらの作品ちょっと問題を抱えていて、性加害の、疑惑が、出ている。坂口拓氏がその性加害を行ったんじゃないかって疑惑をかけられている作品で、去年ですかね、新宿武蔵野館で上映決まった後、物議を醸して、で結局上映中止になったと。ただその時にはその映画館サイドからその明確にどういった理由で中止にしたのか、あるいはどういった、状況で上映に踏み切ろうとしたのかみたいな説明がなく、宙吊りの状態になっている中で、今回ユーロスペースがこの作品を上映するってなって、それっていいのかみたいな感じでネット上で議論が活発に行われて、その結果上映が中止になったっていうお話なんですよね。で正直今回やり方を新宿武蔵野館のケースよりか進展したとは思うんですけれども、それでもちょっとやり方がまずかったのかなっていうのは思っております。まず公式のアナウンスによると、配給会社から一連の坂口拓さんのその性加害について、警察の調査を行って、そういった事実がなかったっていう説明を受けて上映を決めましたって。なんですが、それを知っているのであれば、事前にそういうアナウンスをして、もうそもそも疑惑があるみたいな状態でみんな不安になっている。でそこでいきなり上映を決めてしまって、何もアナウンスもなく、ステートメントなしでその上映を決めてしまったっていうのは、これは極めて残念だったかなと思いました。でその上で、今回燃えたことをきっかけに、従業員がなんか反対しているよみたいなのをステートメントを上げた上で、その後その上映中止で、さらにその後にその支配人がその、今回中止に至った背景、警察の調査ではその性加害の事実はなかったので上映を決めたんだけれども、その判断は不適切であったみたいな感じで、今回上映に踏み切りましたっていう感じで、報告したんですが、それっていうのが結構、違和感がある。まずその確かに従業員と対話して、上映するかどうかを決めたっていうのを出す。映画館の内部のその、事情、ちゃんと支配人が独裁になっていなくって、議論の上、従業員と対等な議論の上決めているっていうことを提示した点では、武蔵野館よりかは良かったのかなって思いつつも、
やっぱり先にその従業員のステートメントを上げて、その後中止を出して、で中止の後に、支配人からステートメントを出すっていう、まあ、順番が、すごい違和感があったのかなと。まあ、もともとその知っているのであれば、その上映に踏み切る事情があるのであれば、でもちろんその事実はないって言われていても、まあ、性加害があったのではないかって疑惑がある、で見るか見ないかっていう観客が判断材料を欲している状況なので、まあ、先に、今回上映踏み切りました。で理由は、まあ、警察の調査を行った上で、できると判断しましたっていうのを出した上で、やるべきだったんじゃないか。であくまで、まあ、炎上している本質って上映を中止にしたいわけではなく、そう、この映画をなんでこのタイミングでやるのかっていう説明が欲しかったわけで、そのせっかくその知っている事実がなかったっていう情報を握って、そう上映しますよって言ったのに、それを逆に引っ込めてしまっているっていうのを、じゃあ何がしたかったんだっていう話になってしまうっていうのはすごい思いましたね。でまあまあ、ネットの方の炎上も割と変な方向に行ってしまったのかなっていうのがあって、まあ、本質はそのこの映画のその疑惑の部分が焦点なのに、その従業員 その接客態度が悪いみたいな話に持ってって、でそれで上映中止、あるいはその、まあ、この映画って、まあ、疑惑がある時点でそもそも中止にすべきなんじゃないかっていうので、叩くっていうのは、それは、まあ、法治国家であり、まあ、推定無罪っていう概念がある以上ちょっと行き過ぎてしまっているかなと。で確かに、まあ、従業員の、接客態度はこれ映画館だけの問題じゃないと思うんですよね。それこそコロナ禍になって、その、まあ、いわゆるその対人関係 その、まあ、経験値が少ない人が、まあ、接客するようになって、それこそ飲食店とかもそうじゃないですか。割と飲食店、その10年ぐらい前と比べると、なんか人数はいるけれども、その真ん中で突っ立っているだけで全然オーダー取りに来ないとかあると思うんですけれども、まあそういうことなのかなと。あるいはまあ、日本も海外と近い感じで、そのもらっている給与分ぐらいしか働かないような、まあ今までその過剰サービスになってしまっているところもあるんじゃないか。ただそれと今回の事件を紐付けて、その中止指導って持ってくるっていうのは、まあ、ナンセンスかなと。一番大事なのは、この映画が、まあ、疑惑がありますと。で、一応調査の上事実がなかったですよと。でその上で、まあ、見るか見ないかはその皆さんに、お任せしますよっていう感じで持っていくっていうのが、本来理想の、やり方だったんじゃないかなって思いました。まあ、とはいえ、ちゃんとステートメントを出して、で従業員とも議論しているっていうところもあるんで、まあ、ユーロスペースの対応は、まあ、炎上はしてしまったけれども、後の処理としては割と正しいことをやっていたんじゃないかなって思いました。ということで、まあ、軽くユーロスペースの性加害、まあ、ワンパーセンター上映中止問題について語った上で、今回の、焦点すべての夜を思い出すについて、語っていきます。よろしくお願いします。自分団地映画が好きなんですよね。で団地映画いろいろあるじゃないですか。それこそ団地っていう映画、あれすごい変な映画でしたね。ラストなんだこれはみたいな映画もでしたけれども、まあ古くはそのジブリ映画の耳をすませばとか、あるいはその皆さんさようならとか、最近ですとラブライブとかありますけれども、ああいった映画のそのに出てくる団地、まあいわゆる集合住宅ですよね。いっぱい箱みたいなのがあって、外側から見るとまあ無個性なように見えるけれども、中に入っていくとそう個人の生活が見えていく、あの特殊な舞台装置をどうやって映画として落とし込んでいくのかっていうのは毎回注目の部分があるんですよね。で、ま
まあ団地映画の下りからちょっと掘り下げていきますか。で、一番古い団地映画、まあ一番古いとか一番最初にやったっていう定義はかなり難しいところあるんですけれども、古い映画の中でその団地が出てくる映画といえば、まあ若松浩二監督の壁の中の秘め事という作品があります。これはゴダールの彼女について私が知っている 2,3 の事柄に近い作品で、その夫が仕事中にその妻が不倫するみたいな感じですよね。まあいわゆる日本では奥様っていう単語がありますよね。まあ女性、まあ妻を奥なる存在として抑圧している単語だと思っているんですけれども、その抑圧されている空間として、その団地の一つの部屋の狭い空間っていうのが効果的に使われている。これまあゴダールもやっているし、その若松浩二もやっているっていう点で興味深い、使い方だなと。で、まあ団地、先ほどその外側から見ると無個性だけれども、中入ると個性が見えてくるみたいな話をしましたけれども、その観点で言えば、そのジブリ映画の耳を澄ませばはその大傑作に当たるんじゃないかなって思っております。まあ冒頭思い出せますかね、そのまあ輝く東京の街ですかね、東京の街見て、まあ都心の街が映し出されて、で恍惚と光る中で主人公が家路につくみたいな感じでしたけれども、で家の中に入るとすごい限りのある空間なんですよね。なんか物も多くって、でなんか窮屈そうな暮らしで、でそこでモラトリアム、まあ安逸な生活をしている女の子がやがて外に飛び出して、でなんか不思議なその屋敷みたいなのに行って、で男の子と出会って、でなんか自分の生きる道、自分の将来をつかもうとするみたいな話で、なんかどこかその安逸で息苦しい空間から抜け出すっていう、そういった舞台装置として団地が使われていたのは、かなり重要な観点かなと。で基本的になんか日本の団地映画って限りのある、使い方しているのかなって思います。まあ皆さんさようなら、錆びれた団地の話でだんだんと錆びれていくみたいな話でしたし、そのラブライフもまあ団地っていう空間に、まあ、抑圧されている人の話、まあ、団地っていう空間が息苦しさを表現していると。あるいはそのコメディ映画だと工藤官の中学生丸山という作品ありますよね。あれは一見すると草なぎ剛演じるなんかよくわかんない人が家にやってくるみたいな話ですけれども、一見すると明るくなんかまともな人に見えるんだけれども、そのまあ団地とかそのアパートとかマンションとか住んでると隣の人の素性ってわかんないじゃないですか。本当は怖い人なんじゃないかって思ってしまう、そういったちょっぴりとした怖さっていうのが中学生丸山にありました。でそれに対してその全ての夜を思い出す、あとは去年公開された高橋聡太監督の、神板の話は別のアプローチが取られているんですよね。基本的に団地映画っていうのがその家の中とその外っていう空間構図で描いているんですけれども、この2作は主に外側を中心に描いていると。去年公開された高橋聡太監督の神飯田の話は、まあ人間が親密になる場として車の中ですとか家の中とかあります、プライベート空間ですよね。そういった場所以外のところでも親密な関係が生まれてくるんじゃないかっていうので、そのパブリックスペース、なんか商店街があってそことか、その、まあ、町の居酒屋とかでなんか親密な関係が生まれてくるっていう視点を見出していて、それが興味深い作品でしたね。でそれに対して、今回のその全ての夜を思い出す、清原由衣監督の作品は、まあ清原由衣監督といえば私たちの家のイメージが強いんですけれども、今回はどちらかというと一つのバカデルっていう作品があって、
これが団地映画なんですよね。あのラストを拡張させたような作品、つまりあのラストっていう一つのバカデルのラストっていうのが、そのパブリックスペース、団地のそのパブリックスペースでなんかリンゴを投げて野球をする、でそこでほっこりするみたいな場面なんですけれども、あれを延長させたような作品に仕上がっているんですよね。でまあ団地のスペースの中でどこで親密な関係が生まれてくるのかって言った時に、そのベランダと外側でコミュニケーションする、あのガス検診のお姉さんがいて、でそのお姉さんがそのなんかおばちゃんとベランダ越しに話しかけて、なんか果物をもらうみたいな、なんかほっこりする場面があったりとか、そのパブリックスペースでそのダンスを踊っていて、でそこそれを見ながら遠くでなんかダンスの真似をするみたいな、そういったまあ交わらないけれどもなんか交わっているような不思議な空間っていうのを作り出していましたね。であとはですね、あの団地とかそういった空間に行くとたまにあのアナウンスがあるじゃないですか。おじいさんが迷子になりましたよみたいな、あのおじいさんに特化したパートがあったり、これがめちゃくちゃ面白いんですよ。なんかガス検診のお姉さんがその歩いているとアナウンスが鳴ると、でおじいさんが迷子になってますってアナウンスがあって、目の前におじいさんがいるんですよね。でアナウンスだとその帽子をかぶっていてとかいろいろ特徴を言うんですけれども、その特徴が言い終わるとこの人一人だけだみたいな感じで特定できると。でお姉さんは会話を試みておじいさんを家に帰そうとするんだけれども、会話できているようで絶妙なところではぐらかされてしまうんですよね。で家に誰もいないみたいなおじいさんの言及があって、じゃあちょっと家に行きましょうみたいな展開になるんですけれども、まあボケているから全然違う家に行って、でそこで鍵ガチャガチャって開けて入れないってなって、まああのおじいちゃんの言っていたその言及が再現されていく、これ面白いですよね。おじいちゃんがあの家の中に入れない、おそらく違う人の家に入ろうとしていた、そういった予想を元に、まあ、元の家に返そうとするんだけれども、同じことが再現されてしまうバッドエンド感、このなんかずらし方っていうのは清原由衣監督の面白いパワーアップしたところなんじゃないかなって。あのね、私たちの家でもね、微妙にずれた時空の中のコミュニケーションみたいなのを描いていて不思議な作品でしたけれども、ここでも時空ずらしみたいな、テクニックが露見していてよかったなと。であと面白いのが、その群像劇って人と人が切り替わってそこで物語が発生していくじゃないですか。その切り替えとして実質一つのショットの中に収めていくっていうのがあるんですよね。で第一部のお姉さんがなんか木を登って、そで子供たちがそれを見て、わなんか怪しいお姉さんだ逃げろみたいな感じで逃げていく、それをトークロングショットで撮っていくんですけれども、そこにぬるっとそガス検診のお姉さんが現れて第2部が始まるっていうところはかなり熱い展開だなって思いました。まあ一方でこれはまあ、批評みたいな感じになってしまうんですけれども、まあ、群像劇って人と人とが交わってそのグルーヴ感で物語が進行していくんですが、この映画の中で3つの相場はそのあんまり交わらない、まあ麺とその汁が交わらないラーメンのような感じになっていたっていうのはちょっと気になりましたが、それでももうまあ団地をこのような使い方していくっていうのは、ユニークだなと。で陰りを見せるっていうのをあんましないっていうところで言うと、自分が好きなアニメでその団地ともっていうアニメがあるんですけれども、あれに近いのかなと。で団地ともってまあともっていう男の子がいて、でそのまあ友達との関係を描いている作品で、まあドラえもんとかちびまる子ちゃんと近いような作品なんですけれども、ドラえもんやちびまる子ちゃんと違うのは、そう家でも学校でもない、そうパブリックスペースで主に、話を進めると。まあ公園に行くと友達がいて、そこでイベントが発生したりとかするじゃないですか。でまあ男子小学生で結構
くだらないことを考えるんですよね。くだらないことを真剣に考えるんですよ。例えばその1円玉いっぱいあるけれども、まあ持ち運ぶの大変だよね。じゃあどうするかって言ったら、その全身に鎧みたいなのを作る、1円玉の鎧みたいなのを作って、それを装備してその公園の中を闊歩するみたいなギャグシーンがあったりとかするんですけれども、なんかパブリックスペースの中でイベントを発生させ続ける。でパブリックスペースの中では、みんな対等に、そう階級とかが違っても対等に接するけれども、ひとたび家に戻るとお父さんが単身赴任なんですよね、友のお父さんで、もう実質女手一つで育てられているっていう感じで、であんまり豊かな家庭ではないという、そういったね家庭の限りが見えてくるっていうところが、面白いなと。まあ限り 20%、明るさ 80% っていう塩梅が今回の全ての夜を思い出すに通じるものがあったんじゃないかなって思いました。で最後になんですけれども、団地映画といえば、まあフランスも団地映画多いんですよね。憎しみとかあるじゃないですか。でフランスではいわゆるバンリューって呼ばれているんですよ。まあフランス都市開発かなり盛んに行われていて、まあパリという街のちょっと端っこの方に、まあ、集合住宅街があって、でそこにまあ結構移民、アフリカ系移民とかが住んでいるんですよね。でフランス映画におけるバンリューの役割ってかなり面白いんですよ。でパリを舞台にした映画見ると、もう基本的に白人ばっかりじゃないですか。でも実際にそのフランスパリに行くと、その至る所にロマがいたりとか、その黒人結構鋭い目つきで怖いような黒人がいたりとかして、あとアラブ系の人のなんか区域とかがあったりとかするんですよね。人種のサラダボウルになっているんですが、そのフランス映画においてはそういったところはなるべく見せないような感じになっていると。で一方でそういった分断に対抗するような形で、そのバンリュー映画、フランスの団地映画ではその移民が、活躍するような作品が、まあ、有名なところだとラジリのレ・ミゼラブルとか、顕著な例だと思うんですけれども、であと、まあ、自分の中でフランスの団地映画といえば、まあ、ドキュメンタリーから言った方がいいのかな、スワッカーっていう作品があって、これマイフレンチフィルムフェスティバルで昔やった作品なんですけれども、これっていうのが、まあ、バンリューの生活みたいなのを描き出すんですけれども、白人がいっぱいいるそのパリのイメージを想像すると全然違うと、もうまるで別の国、もうアフリカの団地なのかなみたいな感じで、そこでのなんか移民同士のコミュニケーションが描かれていて、まあフランス映画において、まあ、バンリューを起点に白人と非白人で分担されているっていうのが、かなり強調されているのかなと思いました。であとはですね、呪術召喚カンディーシャっていうホラー映画があるんですけれども、これ呪術廻戦を意識したタイトルになって、まあネタ映画みたいな感じになってるんですけれども、フランスの団地映画の文脈でいうと極めて重要な一本なんですよね。カンディーシャとはそのモロッコの妖怪なんですよ。でまあ、移民2世の、まあ、黒人の、まあ、子供たちが、まあ、団地で安ュイな生活をしていると、ある日その、女性女の子が、まあ、レイプされてしまうんですよね。でそれで復讐するためにカンディーシャを召喚するんですけれども、このカンディーシャがその、まあ、呪術廻戦におけるリカちゃん並みに強くって、で制御不能になって暴走していくんですよね。でそれをなんとかして止めようとするみたいな話なんですよ。でここに出てくる、まあ、男の子女の子はもう2世なので、故郷のことは全然知らないんですよね。でもその
ルーツはそのアフリカ系なので、でアフリカの、まあ、まじないかなんかでそう、まあ、妖怪を出すんだけれども、まあ、それがその制御できなくなって暴力の連鎖を生み出してしまうっていう、その観点は興味深いなと思いました。であとですね、まあ、先ほどそのパリではそのパリを扱った映画では黒人とか全然出てこないって話をしたんですが、あのエポックメイキングマスターピース的な作品があって、それが最強の2人なんですよね。あれはかなり画期的な作品、フランス映画界を変えたような作品で、そう、まあ、フランス、まあ、パリとか行くといろんな移民が出てくるっていうのを強調したような作品になっていて、これは重要だなって思いました。ってわけで、こんな感じでダダダって語ってきました。全ての夜を思い出す、かなりあの運動、映画の中の運動として面白い作品 でなおかつ団地映画としても興味深いんで、他の団地映画ですね、まあ耳を澄ませばとかいろいろありますけれども、それと比較してみると面白いんじゃないかなって思いました。このように当チャンネルでは、まあマイナーな映画、まあ、ミニシアター系映画を中心に映画を紹介したり、評論していく映画系 VTuber となっております。もし面白かったらそのチャンネル登録高評価お願いします。それではまた今度。